統一指数による能力、偏差値が優秀な本命馬を紹介していきます。全レース全馬の指数、グラフと本命馬はこの動画の説明文に公開先のリンクを掲載していますので、ご利用ください。盛岡競馬から推奨レースを紹介します。本命馬の偏差値ランクが s ランクのレースは9レースと11レースの2つのレースとなります。本命馬の偏差値ランクが a ランクのレースは1レース。 6レースと7レースと8レースの4つのレースとなります。S ランクの本命馬のいるレースを紹介していきます。それでは指数グラフに切り替えます。盛岡競馬9レースの本命馬から解説していきます。本命馬は5枠5番ジャッジです。この馬の偏差値ランクは S ランク、勝利確率は59%を見込んでいます。まず本命馬の指数グラフで。 本命馬の能力と、他馬との力関係から見ていきます。金走で、今回の競争条件に近いレースでの最高の指数となっているのは、4走前の指数の72で、連帯目安の黄色線を35上回っています。一方、最低の指数となっているのは、2走前の指数の46で、黄色線を10上回っています。本命馬の能力は、相当高いです。他の有力馬との、 能力比較を行いますまずは対抗丸を打った馬の指数グラフへ切り替えますこの馬の最高指数となっているのは2走前の指数の42で本命馬のピーク指数に対して30下回っています最低指数に対しては4下回っていますこの馬の逆転の可能性は低いです次に黒三角を打った馬の指数グラフへ切り替えます この馬の最高指数となっているのは、2走前の指数の37で、本命馬のピーク指数に対して35下回っています。最低指数に対しては9下回っています。この馬の逆転の可能性は低いです。以上より、他馬との力関係からは、他の有力馬に逆転の可能性は低そうで、リスクは低いです。次に本命馬に適正面のリスクがないか見ていきます。 距離適正から見ていきます。距離は紫色の丸です。今回は 1400m となります。指数がピークとなっているところは4走前は紫の丸が1400。1400は適距離です。展開面を見ていきます。レース展開はミドルペースを予測しています。一角通過順位はオレンジ色の四角で表されます。指数がピークとなっているところは 4層前はオレンジの四角が2番手からの競馬です。好位からの競馬が良いタイプです。先行力分析シートへ切り替えます。先行力は42でトップです。上がり指数は36でトップです。楽に好位につけられる高い先行力を持っています。レース間隔を見ていきます今回は18週間の休み明け初戦になります。 以上より本命馬の適性は距離適性と展開面が高評価できます一方レース感覚がリスクです適性面には多少のリスクはありそうです以上の分析をまとめますとタバとの力関係からは他の有力馬に逆転の可能性は低そうでリスクは低いです適性面には多少のリスクはありそうです冒頭この本命馬の勝利確率は 59%と申し上げましたが、そのくらいの勝利確率は望めそうです。推奨の本命馬としても問題なさそうです。次のレースを読み込んでいきます。しばらくお待ちください。佐賀競馬から推奨レースを紹介します。本命馬の偏差値ランクが S ランクのレースは、10レースの、 一つのレースとなります本命馬の偏差値ランクが A ランクのレースは2レースと7レースと8レースと9レースの4つのレースとなります S ランクの本命馬のいるレースを紹介していきますそれでは指数グラフに切り替えます佐賀競馬10レースの本命馬から解説していきます本命馬は4枠4番アネロイドですこの馬の偏差値ランクは S ランク 勝利確率は45%を見込んでいます。まず本命馬の指数グラフで本命馬の能力と束との力関係から見ていきます。金層で今回の競争条件に近いレースでの最高の指数となっているのは5層前の指数の63で連帯目安の黄色線を15を上回っています。 16下回っています本命馬の能力はまずまずです他の有力馬との能力比較を行いますまずは対抗丸を打った馬の指数グラフへ切り替えますこの馬の最高指数となっているのは一層前の指数の46で本命馬のピーク指数に対して17下回っています最低指数に対しては14上回っていますこの馬にすべての条件が揃えば 逆転の可能性も多少はあります次に黒三角を打った馬の指数グラフへ切り替えますこの馬の最高指数となっているのは一層前の指数の50で本命馬のピーク指数に対して13下回っています最低指数に対しては18上回っていますこの馬にすべての条件が揃えば逆転の可能性も多少はあります以上よりタバトの力関係からは 他の有力馬にも逆転の可能性が多少あり、若干のリスクはあります。次に本命馬に適正面のリスクがないか見ていきます。距離適性から見ていきます。距離は紫色の丸です。今回は1 4 0 0メートルとなります。指数がピークとなっているところは、2層前は紫の丸が1400、5層前は紫の丸が1400、1400は適距離です。 展開面を見ていきますレース展開はハイペースを予測しています一角通過順位はオレンジ色の四角で表されます指数がピークとなっているところは2走前はオレンジの四角が3番手から5走前はオレンジの四角が2番手からの競馬です後位からの競馬が良いタイプです先行力分析シートへ切り替えます先行力は39で2位です上がり指数は 16で11位です。まずまずの先行力で好位につけられそうです。以上より本命馬の適性は距離適性と展開面が高評価できます。適正面のリスクは低そうです。以上の分析をまとめますと、束との力関係からは他の有力馬にも逆転の可能性が多少あり、若干のリスクはあります。適正面のリスクは低そうです。冒頭。 この本命馬の勝利確率は45%と申し上げましたが、そのくらいの勝利確率は望めそうです。推奨の本命馬としても問題なさそうです。次のレースを読み込んでいきます。しばらくお待ちください。浦和競馬から推奨レースを紹介します。 本命馬の偏差値ランクが S ラランンククののののレレレーーースススは、7 1つとなります。本命馬の偏差値ランクが A ランクのレースは3レースと6レースの2つのレースとなります。S ランクの本命馬のいるレースを紹介していきます。それでは指数グラフに切り替えます。浦和競馬7レースの本命馬から解説していきます。本命馬は8枠9番リジ人です。この馬の馬偏差値ランクは、 S, S ランク、勝利確率は54、54%を見込んでいます。まず、本命馬の指数グラフで、本命馬の能力と、他馬との力関係から見ていきます。近走で、今回の競争条件に近いレースでの最高の指数となっているのは、2走前の指数の62で、連帯目安の黄色線を27上回っています。一方、最低の指数となっているのは、 3走前の指数の48で黄色線を13上回っています本命馬の能力は相当高いです他の有力馬との能力比較を行いますまずは対抗丸を打った馬の指数グラフへ切り替えますこの馬の最高指数となっているのは3走前の指数の48で本命馬のピーク指数に対して14下回っています最低指数と同等です この馬の逆転の可能性は、低いです。次に、黒三角を打った馬の指数グラフへ切り替えます。この馬の最高指数となっているのは、2走前の指数の51で、本命馬のピーク指数に対して、11下回っています。最低指数に対しては、3上回っています。この馬にすべての条件が揃えば、逆転の可能性も多少はあります。以上より、タバとの力関係からは、 他の有力馬に逆転の可能性は低そうで、リスクは低いです。次に本命馬に適正面のリスクがないか見ていきます。距離適正から見ていきます。距離は紫色の丸です。今回は1400メートルとなります。指数がピークとなっているところは、2走前は紫の丸が1400、1400は適距離です。展開面を見ていきます。レース展開は ミドルペースを予測しています一角通過順位はオレンジ色の四角で表されます指数がピークとなっているところは2走前はオレンジの四角が花を切っての競馬です花を切って逃げが必須のタイプです先行力分析シートへ切り替えます先行力は50でトップです上がり指数は39でトップです楽に逃げられる高い先行力を持っています レース間隔を見ていきます今回は25週間の休み明け初戦になります鉄砲が効くかどうか大きなリスクがあります以上より本命馬の適正は距離適性と展開面が高評価できます一方レース間隔がリスクです適正面には多少のリスクはありそうです以上の分析をまとめますと他馬との力関係からは他の有力馬に 逆転の可能性は低そうでリスクは低いです適正面には多少のリスクはありそうです冒頭この本命馬の勝利確率は54%と申し上げましたがそのくらいの勝利確率は望めそうです推奨の本命馬としても問題なさそうです次のレースを読み込んでいきますしばらくお待ちください 金沢競馬から推奨レースを紹介します本命馬の偏差値ランクが s ランクのレースは本日ありません本命馬の偏差値ランクが a ランクのレースは3レースと4レースと5レースと8レースと10レースの5つのレースとなります a ランクの本命馬のいるレースを紹介していきますそれでは指数グラフに切り替えます金沢競馬10レースの本命馬から解説していきます 本命馬は、2枠2番、テトラルキアです。この馬の偏差値ランクは、A ランク、勝利確率は42、42%を見込んでいます。まず、本命馬の指数グラフで、本命馬の能力と、他馬との力関係から見ていきます。近走で、今回の競争条件に近いレースでの最高の指数となっているのは、3走前の指数の67で、連帯目安の黄色線を、 16上回っています。一方、最低の指数となっているのは2層前の指数の63で、黄色線を12上回っています。本命馬の能力は相当高いです。他の有力馬との能力比較を行います。まずは対抗丸を打った馬の指数グラフへ切り替えます。この馬の最高指数となっているのは4層前の指数の61で、本名馬のピーク指数に対して。 6下回っています。最低指数に対しては、2下回っています。この馬に好条件となれば、逆転の可能性があります。次に、黒三角を打った馬の指数グラフへ切り替えます。この馬の最高指数となっているのは、4走前の指数の53で、本命馬のピーク指数に対して、14下回っています。最低指数に対しては、10下回っています。この馬の逆転の可能性は、 極めて低いです以上より他場との力関係からは他の有力馬にも逆転の可能性が多少あり若干のリスクはあります次に本命馬に適正面のリスクがないか見ていきます距離適性から見ていきます距離は紫色の丸です今回は1900メートルとなります指数がピークとなっているところは一層前は紫の丸が1400 3層前は紫の丸が1500。1500が適距離ですが、過去1年、1500以上の出走履歴がありません。1900への距離延長適正は不明でリスクです。展開面を見ていきます。レース展開はミドルペースを予測しています。一角通過順位はオレンジ色の四角で表されます。指数がピークとなっているところは、1走前はオレンジの四角が5番手から。 三走前はオレンジの四角が6番手からの競馬です。中段より前目からのちょい差しが良いタイプです。先行力分析シートへ切り替えます。先行力は33で2位です。上がり指数は54でトップです。まずまずの上がり指数でちょい差しを見せられそうです。以上より本命馬の適性は展開面が高評価できます。一方、距離適性がリスクです。適正面には 多少のリスクはありそうです以上の分析をまとめますと他場との力関係からは他の有力馬にも逆転の可能性が多少あり若干のリスクはあります適正面には多少のリスクはありそうです冒頭この本命馬の勝利確率は42%と申し上げましたがそのくらいの勝利確率しか望めそうにありません推奨の本命馬としてはリスクが高そうです